帰りなさい。はい、毎週月曜日から金曜日まで茨城県牛久市の情報を全世界にお届けしておりますチャンミオ TV。 私次第の牛久が大好き、地域は一つの大きな家族がモットーのチャンミオです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。昼はメイクアップアーティスト、夜はバーテンダー、模型レギュラーカズちゃんでございます。よろしくお願いいたします。今日カズちゃんなんか頭ぺったりんこだね、はい、ちょっと髪が伸びてきたので、うん、上げられなくなってきました。あ、そういうこと、はい、ボリュームアップ。私ね、毛伸びたのよね、すごい伸びた。まっすぐにしてるんだけど、でも何もしてないんだけど、見て、うん、見てね、あのピンクの時は何だったんだろうというぐらいの変貌ですが。そうでしょ、ごめんなさい、ね、かわいい。絶対思ってないじゃん。うん、今日はあまり思ってない。いつもあんまり思ってない。じゃあ思ってる時はちゃんと言うから。あ、ごめんなさい。なんだろう、なんか MC、 MC の格好じゃないよね。 AD AD っぽい、裏方っぽい。今日だってこれに帽子かぶって取材してましたから。ちょっとね、ちょっと見えないから大丈夫ですか。、はい、見えないから大丈夫です。まあそんなことで始まりましたジャンミュー TV。 本日はじゃじゃーん、6月25日の木曜日、第737回目。惜しいね、777まであとちょっとじゃん。あと40回。あ、でも5の倍数だと祝日とか入らない限り母ちゃんになるんですよね。祝日入るよね、だってもう7月に祝日1個入るよ。で、しかもお盆にはチャメティビお盆休みがあるから、ああ、ね、毎年恒例のお盆休み。チャメティビお盆休み、だからそれが全部で5日になるとまたなってくるんですよね。まあお盆休み多分2日ぐらいしかないと思う、はい。まあでもあのお正月休みなくて変になっちゃったから。AD ちゃんみよと、 AD ちゃんみよと、カニぺったんこ母ちゃんが。ダメね、私たち画面に入れる人たちとは思えない。ラジオにしようか今度から。そうだね。FM できるしね。パーソナリティ応募しようかね。やっちゃいます。見えない。まだ募集してるじゃない。まだ募集してると思います。はい、それだったら牛久市場を見れば分かりますね。まあそんなことで本日も始まりましたが、はい、コメント届いてますか。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。はい、え、待機中セクターさんね、おかえりなさ さい、始まりましたよ。そしてね、タカちゃんおかえりなさい、おかえりなさい、チャンミューカッチャンお疲れ、今日も残業1時間さぬきな。おとといとか電車すごい遅れてましたもんね。遅れてたね。あれでしょ、雨でしょ。雨で、あ、ただいま、おかえりなさい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 、おおかえりなさい、らしくだ、大好きだよ。そしてチャミオの分身、チャミオです。 お友達だよね、イエーイ、お友達だよ、イエーイ。ダメチュー、じゃあハグやだ。はい、じゃあ早速ですね、本日のラインナップ紹介する前にごめんなさい、こちら出してなかったですね。はい、月曜レギュラー募集中、募集中です。僕が私チャミオとカズちゃんとでお届けしております、はい、レギュラーね、できれば牛久市在住、牛久市在住の方でチャミオ TV の活動にね、はい、共感していただいて、はい、牛久を地域を一つの大きな家族にしたいと思っている方に出ていただきたいと思ってますので、うん、なんだろうな、かつて女子がいいと思うな。そう、私もそう思う。だってさ、レギュラーさ、今女子ってのじこだけでしょ。うん、あの性別の問題で言うと、そうだね、そうだね、ね、そうよ。そう、なのでするとほら、うん、男子に女子にあれが1でちょうどバランスがいいんじゃないの。そうだね、合コンできるね。どうする。まあまあ、いろんなものが落ちてる。まあまあまあ、じゃあ早速始めていきたいと思いますが、はい、本日の、ね、ラインナップをご紹介していきたいと思います。こちら、はい、誰もが気になる牛乳、知って得する牛久市観光協会情報、耳よりここだけの、牛久市情報、明日のお天気、牛で曜日別 MC コーナー、ゲストのコーナーというラインナップになっております。ということで今回はかっちゃんの、はい、牛久クークーが始まりますので、ね、はい、楽しみにしていてください。そんな私今日は取材や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 の一日でした。あ、じゃあ今日のあったかい日は海行きたい。行きたくない。行きたい。海に一つも面白いことない。海行っても海入らないパラソルの下でゴロンと横になって何したいんだ。海風を浴びるんです。だってなんか汚い。いいんですよ。まあそんなことで始めていきたいと思います。その前に、ね、一旦、はい、牛乳の前に提供さんのご紹介したいと思います。 VTR どうぞ。ジャンミオ TV は
旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様、南部コーヒー様、佐藤新聞穂様、高萩カントリークラブ様、筑波中央法律事務所様の提供でお届けしております。はいはい、続いてのコーナー牛ニューでございます。はい、茨城県牛久市2015年6月25日に起こったニュースだけをお届けしていきたいなと常日頃思っております。私牛久のニュースを読ませたら右に出る者はいないチャミヤです。イエーイ、イエーイ。じゃあ早速本日のラインナップ見ていきましょう。ドン、はい、少な少ないとか言わないです。はい、あでもなんか牛久っぽいでしょ。うん、あ全部知りたい、全部知りたいでしょ。全部知りたい。じゃあ何から知りたい、何から知りたい。いやもう全面的に出てる。らしく、らしく、牛久市キャラにらしく、コピーはらしく牛久。はい、昨日ねらしく牛久については触れてなかったので、ご紹介したいと思いますが、はい、その前にこちらのお写真をご覧ください。よいしょ、わあら私こういう顔してるんだね。あんまりこういう顔してないけど、ちょっと新聞見て誰これ、そう疲れてんなと思いました。こういう顔してるんだなって改めてこう思いました。いや あんまりこういうスチールでこういう顔をすることはないです。まあまあまあ、結構一緒に写真のことです。こういう顔あんまない。市の認知度を高め、はい、誘客や企業誘致、定住促進を図ろうと、牛久市は24日牛久市のキャッチコピーをらしく牛久、そして公式キャラクターをらーしくに決定したと発表したというね。らしく、そうです、らーしくです。らーしくだよ。そんな声じゃないの。違うと思う。そんな声じゃないんです。ちょっとじゃあ早速ですね、記事見ていきたいんですが、こちらね6月25日本日のニュースですね。シティプロモーションの事業の一環で実施するキャッチコピー、これはね広告代理店さんに委託して制作したそうです。はい、教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っているここ牛久市で自分らしい暮らしを始めてほしいという願いが込められております。そしてこちらのキャラクターらーしく、らーしくは NHK お母さんと一緒で放送されたこんな子いるかなの作者として知られる絵本作家有賀忍さんが制作しました。有賀さんの大学の後輩で牛久市民初のインターネット情報番組ちゃんみよ TV を放送する NPO 法人ちゃんみよ TV の理事長の綾部美桜さんが依頼したという。この写真の苦笑いしてる左の方ですね。私こんな顔してるんだね。でもそうかも、してるんだろうね。あんまり公式の顔、これで公式の顔なんですか。すいません、あんまり公式らしくない。なんか何ものっぺりしてる顔なのは知ってるけど、これのっぺり、これなんか特殊な方だと思いますよ。レアな綾部美桜さんだと思います。すいません、ね、下にもちゃんと綾部美桜さん左って書いて、多分左の方だと思うんですけど、はい、こっちだよね。右の方はこの間奈央さん、はい、田中奈央さんで、右とは全然違うかな、左じゃないかな。まあまあまあ、まあでもね、注射らしくですね。はい、そうらしくですね、はい、が依頼したということらしく、はい、目の周りと手が紫色、うん、そして体がグレー、口元がオレンジ色で、頭に紫色のセンサー、お腹にオレンジ色のハート型のポッケがついています。子供たちが簡単に描けるような分かりやすい形で、色の数も少ないのが特徴ですと、うん、数も描けるようになろう。私ね、すごい上手に描けた、初めて見た時。ちなみに絵心あるからね。まあそうだね、うん、謙遜しないんだ。で、牛久市を PR する媒体などで活用すると、今後着ぐるみも制作する予定と。じゃあらしくに会えるかもしれないね。もう会えてるでしょ。あの実物大っていうの、着ぐるみの、着ぐるみではないですよね。らーしくですよ、らーしく、やめてください。大きいらーしくも怪人ですからね、らーしく。あ、そう、怪人だ。あの、私心配してるのが、おばきゅうちゃん、うん、いるでしょ、うん、おばきゅうちゃんになんか、なんかこうなんかやられそうな気がする。なんで白いのくっつけない。あの、カップ祭りのおばきゅうちゃん、あれね、なんか怪人つながりだからさ、ね、ちょっとですね、気にしてるんですよ。というね、まあ、一つ目の、ニュースでございました、うん、はい。コメント届いてますか、大丈夫ですか。ナッセン
はい、大丈夫です、はい、じゃあですね、はい、あ、来てますね。はい、はいはい、セプターさん、はい、ちょっと動きはカクカクしてるね。言ってるそばから落ちたちゃんみやの感が鋭くなってきてる。いや、ここにね、出てくるんですよ、うん、危ない、危なくなるからね。そうなんです、警告が出てくる。そう、あとはあとは大丈夫。はい、大丈夫です。じゃあね、ちょっと待ってね。らしく、いつ会えるのかな。カポ祭りの前に会えるかな。でも、もうあと1ヶ月。あ、1ヶ月、もう7月25、26ですから。あ、ちょうど1ヶ月だ。どうなんでしょう ね、 ね、ちょっとそこら辺は、はい、まだまだ分かりません。じゃあ次行きましょうか、はい、次気になるのありますか。順番に行きましょう。長岡屋に牛久市観光大使が2人しかおりませんので、どちらかですかね。どちらもかな、どうだろう。いや、実は昨日ね、チャンビオ TV に長岡屋さん来てたじゃないですか、はい、だからね、ちょっとこちらの写真ご覧ください。ドン、ドン。あら、あれ、真ん中が観光大使の、はい、日差しの、はい、日差し、日差し、あの、こちら左は甘いの方ですよね。そう、糸田さん、糸田さん、はい、あの方とか、あの方との、 あの方ですね。あの方とあの方ってどういうことですか。あの方と、はい、ね、はい、あの、ご家族になられた経験が あられる足立美さんと、あー、はい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 、そうです、そうです、はい、糸、スピードワゴンの糸田さんですけれども、はい、長岡屋さんに、はい、来て、はい、チャンミューテレビを見たえと言った、はい、ら、すごいですよね。あ、残念ながらね、そうではなかったんですけれども、実はあの、今日私、はい、チャンミューテレビを見たで半額に長岡へ行ってきまして、本当に半額に、本当に私、天丼のしかも上頼んだんです。うわー、それ半額になるの分かった上でやってるんですね。そう、1200円が600円で、ね、あれ、今日今からでも使えるの。8時までだったらいけるんじゃないですか。じゃあ放送終わってすぐ行ってきていいですか。放送終わってすぐ行けば、多分7品ぐらい頼んできます、まあ、ぜひ、あの、行っていただきたいと思いますけれども、こちらね、はい、あの、牛久にね、今日来てまして、はい、あ、今日なんですね。今日、いや、今日です。うわ、ついランチの時間に本当に私が行ったんですよ、長岡屋に、はいはい、そしたら、その大所帯でいて、こ、はい、の方々が、あの、テレビに、もういかにもテレビみたいな車が、なんていうんですか、あの、ロケ車があって、で、なんか全然私、なんかね、私がチャンミュー TV を見たら半額って言ったから、はい、やばい、こう、その時車のナンバーとか見てなかったんだけど、はい、あ、本当にやばい、こう、なんか何かの大所帯が来てしまった、半額にと思って、チャンミュー TV を見て、中に入るのをちょっと一回躊躇したんです。で、怒られるんじゃないか、バリな。そうそうそう、で、中に入って、はい、普通に注文してたら、まあ、高杉さんがね、来て、で、ちょっと、おーおーみたいな、うん、紹介してやろうかみたいな感じのバリで来てくれて、うん、え、何のことですかって言って、うん、後ろ見たらいたんですよね、チャンミュー TV を見てきた、うんうん、と思われる村上さんが、うん、そう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 、で、ま、今回チャンミュー TV っていうインターネットテレビ毎日やってまして、うん、で、高杉さんが言ってくれまして、はい、そして、村上さんはインタビューしましたよ、したことあるんですけど、はい、まあ、そこまで、私もわからないと思います。はい、私のことなんてわからないと思いますけど、あ、でも、チャンミュー TV してますみたいな、はい、あ、もしかしてインタビューしましたみたいな、そういう感じの会話をして、うん、で、あの、チャンミュー TV の中でちょっと一緒に撮った写真とか撮らせていただいてもいいですか、うん、って言ったら、いいですよ、って言ってくれて、で、そのかわし、このね、今収録して、今日収録している番組 の、はい、あの、宣伝をしろと、しといて、交換条件っていうことをマネージャーさんに言われたんですけれども、はい、その番組の名前をね、ちょっとね、私、だから今一生懸命パソコンガチャガチャしながら、そう、どんな番組だったんですか。ちょっとね、うん、番組については全く分からず、ちょっと、あの、焦っている、今焦ってますね、焦ってるんですけど、どうしても言わなきゃいけない。え、でも、あの、村上さんって、はい、あの時もご一緒でしたよね、茨城県の茨城マルシェの、
はい、ハッスル校も。そうですそうです。だから私結構村上さん遭遇率高いんですよ。ですよね。なんですけど あんまりね多分やっぱり私記憶に残らない顔してるんですよね、のっぺりしてるから。何そんなにあの写真ショックなの。あ、全然。あ、全然。いや普段の顔の方がショックよ。え、普段もうちょっと可愛いよ。あれ、あ、本当、はい、ありがとう。なんか言わせてる感じがする。いやじゃ あの写真ダメだと思うもん。カズ、あ、本当、うん、あんな顔あんま見たことないです。あ、本当。ちょっとなんか違うわ。多分あれって使う人が使ったらコラとかに使われるような感じです。え、何コラって。うん、コラージュ。コラージュ。コラージュされて下水着の女性の花顔になってる。ああ、うん、全然いいですけど。面白く使われちゃうやつですよね。あの顔は。そうなんだ。うん、まあじゃあのね、どうしても番組出てこない。番組表ちょっと伸ばし気味に話してたつもりで。いや、もうちょっと伸ばしておいてほしいんですよね。はい、コメント来てまーす。はい、かやさん、帰りなさい。帰りなさい。リオクレー、今日長岡さんマジで半額だったのか。マジですよ。チャミオ TV を見たといえば。そうですね。でも言いにくいですよね。あ、これですね。はい、ありました。やっと出てきた。NHK 短歌、はい、短歌で胸キュン。さっき検索してたのと結構ちょっと違いました。多分これですね、この番組ですね。うん、NHK E テレ、7月の26日、明日日曜日、じゃあカッパ祭りの日ですね。あ、7月か、はい。はい、6時から6時25分。28日の日曜日。あ、これは違う。あ、今あ番組チェックするために入れたものなんですけど。7月26日。はい、NHK 短歌短歌で胸キュン。こちらの番組に、はい、村上さんと井戸田さんが出て、はい、チャミオ TV じゃないんですけど出てます。なのでぜひチェックして。それで長岡さんに来たってわけではないんです、ね、それで長岡さんに来てるわけではないです。ああ、半額になる。半額になるから来たんです。あ、そう。そうなのでね、まあ、Eテレ第4日曜日午前6時から6時25分まで短歌で胸キュンという番組があります。スピードワゴンさんとかね、フルスポンチの村上さん、はい、小島よしおさん、おそんなの関係ねえのあの方が、はい、が出てますので、すごい楽しみにしましょう。交換が成立しました。いやでもありがとう。交換条件成立、はい、というね、侵入でございました。はい、でまさかね、長岡屋でこうチャメ TV を見たとね。ね、そういや言ったんですけど、はい、私チャミ TV 見たで、今日長岡半額ですよって言ったんだけど、もうその前にお会計終わっちゃってて、あの記念写真撮ってる間に終わっちゃったんで、ね、ごめんなさいという。この両手を開くポーズは何か。え、私がね、実はね、この横にいるんですけど、はい、こうやってこう井戸田さん、そして村上さん、はい、そしてチャンミオで、長岡屋さん、高杉さんがこうやって両サイドで囲んで、はい、イエイってやってたら、この二人がわーみたいな。で、しかもこれウキウキハッピーで撮ってますからね。おウキウキハッピ ーのポーズです。わかる。なんでチャンミオさん切れてるんですか。いや私ね、この写真には、いや、こう面白いネタだと思って、のっぺり、あ、そう顔が顔のっぺりしてるから。いやじゃあ、まあ、ニュースとして読むからってことですよね。 それでもよかったんだけど、この中に入ってたのが今これしかなかったの。ああ。いや私ここにいるんですよ。ここって分かんない、視聴者に伝わらない。井戸田さんの左側にいらっしゃるんですね。いたんだけど、これ加工しちゃったのね。はい、このこれ用に、光用にのっぺりしてるから。はい、のっぺりしてるから。今日そのネタ続くね。のっぺりしてない方出してもいいですか。大丈夫よ。大丈夫ですか。お願いします。はい、でもこれだけしかないんですけど、はい、ぜひ皆さんもEテレチェックしていただきたいと思います。はい、朝でしたね、チャミ TV を見た後のとかでも全然いけちゃいますね。でもチャミ TV には関係ないから、日曜日だから。はい、そうでもあれだ、朝だから、うん、その前日のカッパ祭り終わって、うん、うわ、牛久超面白いと思いながら、翌朝早起きしてみる、うん、そうですね、胸キュンするんじゃないですかね。はい、ということでした。コメント来てますか。はい、かよさんが観光協会のキャラクターのニュースで見たよ、あ、出てたよ、観光協会のキャラクターのニュースでしたよね。うん、なんか見たわ。ラースクです、うん、ラースクね、観光協会のキャラクター、はい、観光協会のキャラクターでね、多分かよさんがシェアしてたのは常陽新聞さんの記事で、はい、あれは観光協会じゃないですね。シティプロモーションの牛久市の公認の公式のキャラクターですね。こっちはチャンミオ、ラーシクチャンミオちゃんで、こっちがラーシクですよ。
ね、はい、で、じゃあ、かわいいね、すごくかわいいでしょ、本当にハートの、あれポケット、みんなからの手紙募集してるからね、コメント待ってます、はい、かわいい、なんでもライシクが受け止めてくれるんだよ、みんなコメントしてね、はい、お願いします、お願いします、じゃあ、続いていきましょうか、はい、これなんて読んだらいいの、コギク、コギク、コギクのメゾロエ会開催、はい、そうです、今日ですね、はい、取れたてほやほやなんですけれども、本日コギク、コギクって小さいコギクのメゾロエ会がですね、はいはい、ありましたので、はい、私そちらの取材に行ってきました、チャミュー TV 独自取材、早速 VTR 見ていただきたい、どうぞ。6月25日の木曜日、牛久市柏田町にある JA 龍ヶ崎市牛久支店で、平成27年度JA 龍ヶ崎市夏季園芸部会コギクメゾロエ会が開催されました。今年の出荷についてですが、11月までの出荷を予定しているそうです。なかなか厳しい、栽培環境の年ではございますが、しかしながらまたね、来年度もやっぱり意欲を持って作りに取り組めるような環境作りに対しまして、市場の皆様、同じに関係者の皆様のご指導ご支援を切にお願いをいたしまして、私がいたします。昨年よりも少し多めの380万本の出荷を見込んでいます。 JA 龍ヶ崎市夏季園芸部会のコギクは市場での評価も高く、徐々にファンもついてきているようです。なかなか厳しい栽培環境の年ではあるけれど、来年度も意欲を持って菊作りができる環境作りを行っていきたいと斉田部会長がお話をしていました。11月までまだまだ長いですが、龍ヶ崎市夏季園芸部会の皆さん、頑張ってくださいね。牛久市の花でもある菊、皆さんもぜひチェックしてみてください。以上、チャンミオとラーシクがお届けしました。ラーシクありがとう、イエーイ、というね、取材に一緒に行ってきたんだよね、うん、楽しかった。ラーシク背中も可愛いのね、実はね、幸せの星だよ、お星様、はい、じゃあチャンミオちゃんの後ろはないよ、ね、可愛い、可愛い、お前も可愛いぞ、チャンミオちゃんものっぺりしてる、ね、今、はい、見返り美人って言おうと思ったらのっぺりしてるけどね。じゃあ続いて、はい、今以上牛久のニュース、今日は全部、はい、全部読めた、牛久のニュースでございます。でもいいね、なんかすごい取材してきましたから ね、まあ、どこよりも早く、最近今日のニュースは嬉しい、あ、らしく、らしくもそうだし、うんうん、けしからんニュースがなかったから、そう、けしからんに反らなかったからね。あ、でもね、読みたくない、読みたくないね、ウキウキハッピーのニュースでいいもんね、うん、じゃあ以上、はい、牛久のニュースでした。続いては、牛久市観光協会情報に参りましょう。まずはこちらご覧ください。よいしょ、平成27年の、前期分のハートフルクーポン券販売中ということで、もう皆さんご存知ですね、はい、牛久の、ハートフルクーポン券取扱店で、使用できる商品券、500円×4枚、1000円×9枚綴りを1セットとして1万円で販売されているんですが、なんと1万1000円分の買い物ができるお得なクーポンとなっています。現在平成27年前期分第2回のハートフルクーポン券を販売中です。茨城キッズカード、シニアカードの割引販売で、これね、すごいの、茨城キッズカード、シニアカードはこれを1回提示すると1枚につき8000円で買える、2000円引きで買える、そう、すごいです、すごい、なのでね、皆さんも持ってる方ぜひですね、あ、買いなさーい、市役所で買えますので、結構ね、いろんなところで使えるんですよ、茨城キッズカード、シニアカード、うん、ハートフルクーポン券、あ、ハートフルクーポン券ね、うん、そうなのよ、ハートフルクーポン券もう250店舗ぐらいで使える、そう、セブン4店舗ぐらいかな、はい、とかセブン2店舗で、もどこだったかな、ここったり、はい、なんかこう、コンビニで使えるのもそうだし、う、まあ、もちろん泉屋もそうですし、お店で掲げてなくても使えるとこって本当にいっぱいあるので、うん、ハートフルクーポン券のチラシの後ろに全部載ってるので、
絶対これお得。ちなみにカンちゃんのところはハートフルカンちゃん使えるの？まだ使えてな ないんですけど、今回の観光協会に入ったので、うん、検討中でございます。検討使っ、うん、やりましょう。やります。やります。やります。じゃあ、はい、観光協会に地元のお邪魔します、はい。ノイズです。ノイズが入ってきました。あららら。切れてしまうんですかね。じゃあ、切りますか。観光協会チャンネルだけ出して。はい、いや。もうじゃない。ちゃんと出した。じゃあ一回消します。もうじゃあねまねねんさん。じゃあハトフルクーポン券以上で、はい、次に行く前に一個だけ紹介したいのがあるんでいいですか。はい、販売してるお店です。はい、こちらですね。まあ、いくつか売り切れてる店舗があります。今も好評発売中なので、はい、皆さんもぜひお買い求めいただきたいと思いますが、三日月橋障害学習センターとエスカードプラザ日立のリフレ以外で。販売中ですので皆さんぜひお買い求めいただきたいと思います。はい、じゃあ次行きましょう。続いてはキャンティークラシコが、飲めるお店です。ね、牛久の有効都市グレベインキャンティー市の名産のワインキャンティークラシコ市内で飲んだり買えたりできるようになっております。飲めるお店を見ていきたいと。買えるお店ですね。買えるお店こちらです。池の目さん、天満屋酒店さん、玉の酒店さん、南部コーヒーさん、こちらの4店舗です。そして買えるお店紹介しましょう。飲めるお店です。飲めるお店、はい、ご覧の14店舗でございます。はい、すごいいっぱいあります。言わないの？言った方がいい。うん、ヤヒチさん、居心地屋さん、杉浦さん、松木さん、ジンさん、新月さん、フェリスタスさん、シュウサヤさん、インクさん、サンスイカクさん、ラクさん、カサレスさん、マゴデさん、我が家さんと。すごい、もう絶対噛まないね。絶対噛まないね。絶対噛まない。いや、なんかさっきね、あの、はい、本当は販売店さんも全部言おうかと思ったんだけど、はい、しょっぴいちゃったから、こっちもしょっぴいた方がいいかなと思ったんですけど、すいませんでした。はい、ということでキャンティー、はい、そこが飲めるお店、皆さんもぜひですね、はい、足を運んで飲んだり買ったりしてみてください。よろしくお願いします。扱ってるものはね、各お店によって違うので、そうなので問い合わせしてください。飲めるお店も買えるお店も両方ですよね。はい、そうですでございます。じゃあ続いていきましょう。サマーズサバサガールズコレクションでございますね。はい、こちらも、まあ、夏のもう牛久の牛久じゃないんだけど、もう名イベントです。そう、7月17、18、19サマーズサバサさんが主催するゴルフトーナメント開催されます。前売り券が当日券が3,000円のところ、前売り券2枚綴りで5,000円で購入できますので、ぜひこれ取材に行きたいね。行きたーい。本気で思ってる。行きたい。あ全日程は無理ですけど、ね、どれか行ってみたいなと思いますね。はい、取材申請しようかな。ゴルフやる、あ、ちょっとやってたよねこの間ね。うん、ちょっとだけ。ああじゃあ次は。はい、ということで牛久市観光協会情報でございます。はい、続いて、牛久市情報参りましょう。まず一つ目でございますね。一つ目はよっこらしょ、あ、今日はごめんなさい、テロップ映らないですね。はい、牛久現代美術展出品作家の作品展示中と、中央障害学習センターのロータリーの展示が5月から新しい作品に変わりましたので、ぜひご覧くださいと。作品タイトルはグーリーズロボット。作家さんが根本雅人さん、現代美術作家さんです。中央障害学習センターの屋外ロータリーにあります。展示期間は平成27年28年の3月まででございます。中央障害学習センターまで問い合わせくださいということでね。この間ね、すごい素敵な写真を、そういえば、はい、いただいてたんだ。あるんですか？あるんです。あるんです。あるんですが、こっちのパソコンに入ってないんです。あら、じゃあまた。犬小屋ですよね、あのワンちゃんのロボットじゃなくて、うん、犬小屋なんですよね。犬小屋なの、実は。犬小屋なんです。だからね、それについてね、詳しい方がいますので聞いてみましょう。はい、うん、あれ出てこないかな、出てこないかな。おっ、じゃあじゃあじゃあ、あなたです、あなたです。牛天大仏さんです。牛天大仏さん、ちょっと早めの。そう、牛天大仏さんね、広報牛久よりも早くにこのね、ニュースチャンネル TV に送っていただいて、私一回紹介仕掛けて忘れたんです。あ、絶対によ、こいつ。え、そう、せっかく送ったのこいつ。ごめんなさい、ごめんなさい。バチ当たりが、バチ当たりが。あれね、なんかの、犬なんだって。犬なんだけど犬小屋だって。犬小屋なんですよね。犬ロボットですよね。そう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 、一瞬ね、あ、何あの黄色いガンダム、メカっぽいんです。メカっぽいな。で、顔を見るとね、犬なんです。でも、どう見てもいい。でもロボットなんです。でもロボットで犬小屋なんです。
なのでね、見たい見たいでしょ、うん、あのぜひ、うん、半年ぐらいで変わっちゃうからさ、うん、早めにね、はい、いや本当に大きな大きな、ね、来年の春も、そうそう、今度の春も、3月までなので、うん、皆さんもぜひチェックしてください、はい、じゃあ牛天大仏さんありがとうございます。ありがとうございます。続いてです、はい、カッパメールの地域安全情報からのご紹介ですね、はい、けしからんよ、牛久市内のご家庭に偽電話詐欺と思われる電話がかかってきています。犯人は、俺だけど保険会社から連絡なかったと言った後、息子の名前を名乗り、家族を信じ込ませようとしていると。偽電話詐欺の場合、この後お金を要求する電話がかかってきます。不審な電話があった時は110番または牛久警察署8710110まで連絡してくださいということですね。続いてです、木村大&ライムレディースアンサンブル with 仙道沙織ということで、はい、今週末ですね、6月28日の金日曜日午後3時30分開演、牛久市中央障害学習センターの文化ホールで、こちらのねコンサートアンサンブルございます、はい、入場料は全席指定で1階席3000円、2階席2000円、子供は500円引きです。問い合わせにつきましては文化協会の事務局0298868993までよろしくお願いいたしますということでございました。以上、牛久市情報をお届けしました。じゃあ続いては気になる明日のお天気参りましょうね、はい、今回はあの方でしょう。大仏だよ。おかえりなさい。おかえりなさい。だよ。はい。ポポ。なんか火星人で、なんかあの居心地屋さんで宴会やってるって。火星人居心地屋で宴会？キャンティクラシコの飲んできなって言ってたんだけど。今この間火星人なんか肉食べてましたけど。そう。なんか豪華ですよね。火星人。ずるい。やっぱ火星からここまで来る旅費があるわけだから、結構持ってるんですよね。持ってるんですよね。そう、居心地はそれで妙に感覚を出してるのがいたら火星人です。火星人、はい、まあ皆さん、ぜひ居心地はさもごりをはい、はい、ね、うんうん、今年はなんかエルニーニョ現象だっていう。エルニーニョってどんな現象ですか？あ、思い出、台風みたいな。いや、あのね、ペルーとエクアドルの沖合から西に太平洋のほぼ中心まで数千キロメートルに及ぶ海域でね、海水の温度が変わるのね。でエルニーニョってのはね、西側の温度が上がるのかな、あ、じゃあ東側だ、うん、そうするとね、なんと夏が暑くなかったりね、暖冬になったりすると。で対してね、今までだともうラニーニャだったんじゃないかなと。エルニーニャ、ラニーニャ、ラニーニャじゃん、ラニーニャ、ラニーニャ、ラニーニャ、ね、ラニーニャ、それはまた逆の現象になるんだけど、逆です。で今年はどうやら気象庁もね、エルニーニョエルですって言ってるんで、今年の夏はちょっとわからないよ。暑いかも、やだやだ、ちょっと涼しいかもしれないんで、だから、うん、ということで、うんうん、明日の牛久市のお天気をに行きましょう。エルニーニョ、はい、明日はね、うん、うわ、一日中曇りよ、俺一日中曇り、夜、チャンミョ TV が終わった頃から弱い、弱い雨になりそう。じゃあ、とっとと終わらして最高気温が25度ぐらいです。そんなに暑くありません、うん、ではでは、ウキウキハッピー。なんか湿度が高いかな、最近、ね、ほぼ 90% で 100% が多いので、ジメジメします。乾燥しないってこと、お肌は乾燥しにくいですけど、やっぱりその雑菌とかも増える可能性が高くなるので、お肌は清潔に保ちましょう。保ちましょう、保ちましょう、はい、ということでした。以上、牛久のニュースもろもろご紹介いたしました、はい、続いては牛久市観光協会チャンネルでございます、はい、早速、私ちゃんみをキャンティークラシコが飲めるお店の取材に行ってきましたので、はい、見ていきたいと思います、はい、VTR どこだろう、ドーン。皆さんこんにちは、私は今ショットバーインクさんの前にやってきています。キャンティークラシコが飲めるお店2軒目の取材、早速行ってみましょう。今回私はキャンティークラシコが飲める2軒目のお店、牛久市中央にあるショットバーインクさんにやってきました。お昼の取材だったので、いつものインクさんとはちょっと雰囲気が違うのですが、ご了承ください。ガラス張りの店内には
白を基調にした椅子とテーブル、そしてカウンター越しにはたくさんのお酒のボトルが並んでいます。これだけあると何を注文したらいいのかちょっと悩んでしまいますよね。けどそんな時はカウンターにいる店員さんに相談してみましょう。今日は名物店長のカズちゃんにお話をお伺いします。キャンディークラシコが飲めるお店の2店舗目ショットバーインクさんにやってきて、店長のカズちゃんにいろいろとお話をお伺いしたいと思います。カズちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。キャンディークラシコのお話ももちろん知りたいんですけれども、今日はこのショットバーインクさんについても、はい、教えていただいてもよろしいですか？はい、かしこまりました。はい、まあ、早速このショットバーインクさんなんですけども、はい、いつぐらいからここの宿にあるんですかね？はい、オープンしたのが2010年の10月です。2010年の10月、もう5年前。そうですね、今度の10月で5年になります。はい、50年です。なんか比較してるんですか？はい、毎年周年の、うんうん、1周年、2周年、3周年、4周年、次の5周年も、うんうん、3000円で1日飲み放題を行います。うん、1日飲み放題2時間とかじゃなくて、オープンからクローズまですごいことになりそうですね。ごめんなさい、ちょっと今年の10月8日がオープンの日なんですけど、10月8日何曜日になるかはちょっとまだ確認せないんですが、うんうんうん、その日は必ず3000飲み放題になりますので、ぜひいらしてください。宣伝までしちゃってますけどねまあでもこのインクさん、ショットバイクさんって、はい、どんなお客様がいらっしゃるんですか？本当に年代がバラバラで、うんうん、20代前半の方から、うんうん、まあ、一番上のは私と同じぐらいのやっぱ年代、30代、40代の方。カズちゃんっていくつなんですかって多分気になる人結構いるんじゃないかなと思うんですけど、はい、言えますか？はい、ぜひ来て確認してください。年齢はぜひ来た時に来てみてください。びっくりします。やっぱ上も50代、60代の方も時々いらっしゃいますので、まあ、来る時間帯が違いますけどね、いろんなお客様に来ていただいてます。でもこうやってね、カウンターに座るバーって、はい、この牛久市内で結構あるんですか？そうです、牛久駅の周辺だけで、うん、バーという形態のお店は約9店舗ある、うん、そんなにいっぱいあるんだ。はい、こうやってこうやってなんかシュッあの方からみたいなの一回も見たことないけど、シュッあの方からです。いないんですか？まあ、最低うちではまだないです。指輪ね、指輪入れたりとか、あ、婚約指輪カクテルグラスに入れて今の勢いで飛んじゃうけど、でも皆さんはぜひ、いろんなイベントも盛りだくさんです、ね、はい、あります。そうですよね、はい、このショットバーインクだけじゃなくて系列店のカラオケインクの方でも DJ イベントやったり、うん、カラオケ大会と、うんうんうん、あとはいろいろやってます、うん。じゃあそういったのってどうやったら分かるんですか？どういうイベントがあるよっていうのは、はい、今はインクのフェイスブックから、うんうん、ショットバーインクっていうフェイスブックがあるんですけども、うんうんうん、そこのページで見ていただくんですけども、うん、7月からはインクのブログというのも再開しようと思っていますので、うんうん、フェイスブックやってない方もインターネットホームページ、ウェブで確認していただくことができます。でよろしくお願いします。じゃあ、はい、いろいろなお話聞いてきましたけど、インクさんの一番出るよっていうお酒って何か知りたいです。一番出るお酒、うん、カクテルなんですけど、うんうんうん、ロングアイランドアイスティーっていう。ロングアイランドアイスティー。はい。どんな？ですね、見た目は本当にアイスティーのような色をしてるんですけども、はいはい、中にリキュール、まあ、お酒が5種類入っていまして、はいはい、ウォッカ、ジン、ラム、テキーラ、うん、そして紅茶のリキュール、はい、ティフィンというリキュールを入れて、うん、ライムとあと色付けにちょっとだけコーラを入れます。なんとかアイランド、ロングアイランドアイスティーです。ロングアイランドアイスティー、はい、皆さんもぜひお試しください。イギリスが発祥のカクテルです、ね、ありますね。こちらがロングアイランドアイスティー、インクで一番よく出るカクテルでございます。お待たせしました。できました。はい、なんかすごい強そうな匂いがする。はい、もう本当に今の状態で3分の2ぐらいまでアルコール 40% のものが入ってるので、これほぼ 40%、 今の状態で 30% ちょっとです。これ酔っ払っちゃいますね。酔っ払っちゃいます。でもものすごい飲みやすいです。まあ今日はでもお車なので飲めないんですけど、香りだけ楽しんでいただいて。うん、でもなんかおしゃれなんだけど、うん、強そう。これは
30度と思えないぐらい飲みやすい、うん、でこれ通常500円なんですけれども、うん、このお店インクなので、うん、毎月19日、うん、インクの日と銘打ちまして、うん、インクの日は300円で飲むことができます。300円で、はい、もしその日が平日だとしてもハッピーアワーには適用されないんですけども、うん、いつも19日は300円で飲むことができます。皆さん19日にぜひインクさんでこのロングアイランドアイスティー、ロングアイランドアイスティー試してみてください。一番人気の飲み物、そうですね、一番じゃあ人気のおつまみとか一品ってあるんですか。はい、よく出るのが、はい、本当に簡単なものなんですが、ミックスナッツ。ミックスナッツ、チャミも好きですよね。私大好きです、ミックスナッツ。ぜひそれ食べてください。はい、ありがとうございます。ミツゾリのあとに、はい、ミツゾリのあと、人気のメニューがロングアイランドアイスティーとミックスナッツ。はい、じゃあ、はい、本題です。本題のキャンディークラシコ、はい、インクさんで、ショートバインクさんで扱っているということですけれども、はい、どのキャンディークラシコを扱っているんですか。はい、インクでは、うん、このサンヤコポとレレージ、うん、この2種類を扱っています。サンヤコポは結構よく聞きます。そうですね、うん、このね、はい、レレッジ、はい、何がどう違うのかってそうです、ブドウの種類も違うんですけれども、うん、熟成する期間も違って、うん、こちらは多分サンヤコポは熟成した後フィルターを通さず瓶詰めするんですけども、うん、こちらレレジの方はフィルターを通して瓶詰めするので、うん、まあ、渋みだったりとかがちょっと落ち着いた感じになっているとはずです。なるほど。ちなみにカズちゃんは、はい、ワインで結びつく有効都市のパネルに書いてあるキャンティークラシコは全部お試しされたんですか。いえ、私がお店の店はこの2つなんですけども、あともう2つぐらい試しました、うん、その中でも、はい、私が飲みやすいなと好きだなと思ったもの、自分の好きなものをやっぱりね、お客様に提供したいので、うん、こちらの2つを選ばさせていただきました。なるほど。ちなみにどうしてショットバインクさんでキャンディークラシコを扱おうと思ったんですか。はい、はい、やっぱりそのインクから佐藤亀もものすごい近い場所で、うんうん、いろんなその薄くのワインとかも扱ったりすることもあるんですけれども、やっぱりジャミートイーブン出てるし、薄く大好きだし、この間フォンタネーギさんもお話しさせていただく機会もあったので、うんうん、ぜひぜひキャンティークラシコ、自分あまり詳しくなかったんですけど、うんうん、知るようになって面白くなってきたので、ぜひこちらを皆さんにも飲んでみたいなと思って提供させていただくようになりました、うん、なるほど。ちなみに、はい、サンヤコブとレディッチだったらどっちも出るんですか。サンヤコポの方が断然出ます。断然出るんだ。断然出ますね。じゃあ、はい、インクさんで、まあ、サンヤコポとレレッジを、はい、まあ、キャンティークラシコ扱ってるってことですけど、うん、このキャンティークラシコに合うインクさんの一品って言ったら、はい、何ですか。こちら赤ワインなので、うん、ぜひお肉と一緒に食べていただきたいんですけども、うん、お肉、うん、はい、ショットバーンインクは、うんうん、あまりそのフードメニューがそんなにないんですが、うんうん、こちらの生ハム。生ハム、はい、おすすめの一品は生ハムだそう。インクさんではカズちゃんが選んだこだわりの生ハムを仕入れているのだそう。キャンティークラシコと生ハム、想像しただけでよだれが出ちゃいそうですよね。生ハムは白ワインでも全然美味しいんですが、うん、キャンティークラシコちょっと軽めのワインなので、うん、この豚のロース、生ハム、ものすごい美味しく食べれるし、飲めると思います。なので皆さんもぜひインクに来た時は、はい、レレッジと生ハムを召し上がっていただきたいなと思います。あのミックスナッツ、あ、いいですね。じゃあ最後の質問なんですけど、はい、こうやって、まあ、スローシティでね、こう有効都市を結んだ牛久ですけど、うん、はい、今後牛久市どんな町になってもらいたいかっていう、なんかそういう思いってありますか。はい、インクがある東口の方は、うん、イタリアのから輸入されたレンガの広場になっているので、うんうん、いろんな人がね、今まで来たことない人がたくさん足を運んでいただいて、みんなやっぱり家族として仲良くなれるような町になればいいなと思います。地域は一つの大きな家族ですね。はい、いいですね。特にインクはお客様同士で仲良くなったりする人が非常に多いので、うんうん、それでね、もっともっと広がっていけばいいなと思います。なるほど。
いいお話が聞けましたね。はい、なので皆さんもぜひ、まあ、インクに行くとね、カズちゃんがいるときは、はい、いますから、はい、あの必ずショットバンの方もしくはカラオケの方にはほぼほぼおりますので、カズ、はい、ちゃんとお話ししたいなっていう方も大歓迎ですよね。もちろんでございます。多分ね、いろいろな相談を結構手広く相談乗ってくれると思うんですよね、うん、そんなことないですか。どんとこいです。はい、なので皆さんもぜひレレッジと生ハムを頼んでカズちゃんに会いに来てください。お待ちしております。はい、じゃあカズちゃん本日はありがとうございました。ありがとうございました。インクで待ってます。皆さんもショットバーインクでキャンティークラシコのレレッジとおすすめの生ハム、ぜひ試してみてくださいね。はーい、ということでインクさんに行ってきました、はい、キャンティークラシコ、お邪魔しました。ね、楽しかったね、うん、この時いなかったよ。いなかったの、この時は。ごめんね。そう、飲みたかったね。ロゼワインが好きだから。お、あ、そうだそうだ、ということは年齢的には二十歳超えてるってことなんだね。怪人だから。あ、怪人だから。そう、あの年齢とか性別とかそういうのないのね。ないねえ。ロゼワインも美味しいよね。大好き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 。あ、小生命のセンサー、 てっぺんのセンサーが反応してるぐ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 る回るの。そう、ぐるぐるぐるって回るの。まだ飲みに来てね。おーし、で、うん、このまま行っていいのかな。あれ、コメント届いてませんか。はい、赤井、うん、さん来ます。あれってどうした。いや、もう40分なんだと思って。そうそう、ロング&エスティー、うちはルイボス系のフレーバー茶にモナンのミントシロップとロンドンドライジンプラスしたのをいただいてます。おお、おしゃれ、おしゃれですね、オシャンティー。はい、じゃあこのまま行っちゃいましょうか。はい、続いてのコーナーは牛久くくーくー。今日は先ほどあのソフトバーインクがショットバインクさん、まあ、さっきね、ショットバインクが出たんですけれども、出しちゃった。はい、もう出ちゃった。大変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 。さっきショットバインクでもおすすめとしました生ハムです。しっとりしたロースハム、ロースの生ハムね。そう、さっきの VTR でもあったけど、カズちゃんがその生ハム選んで仕入れてくるんですよね。はい、なのであの日によって違ったりするんですけども、うん、今回はロースのお持ちしました。どうぞ。私からでいいんですか。はい、あの私はもう毎日いただいてますので。私もあの後食べちゃった。そうですね、ぶつ取りした後。生ハムいただきます。これね、すごくねしっとりしてるの。これ柔らかいですよね。おいしい。ロースだけど全然生ハムって感じ。本当に超うまい。やっぱ食べちゃった。うん、でもこうやってすごい塩気がすごいしっかりついてるので、うん、サラダと一緒に頼んで上にうわーっと散らして食べることも多いですね。うまい。そして、うん、ビーフジャーキー。ビーフジャーキー。はい、赤ワインはやっぱり赤いお肉といただいた方が。ハムはピンクお肉ってこと。白って言いますね。白お肉。はい、でこれも食べてみてください。今回食べやすいのちょっと切ってきました。何の匂いだ。ビーフです。結構ね、厚みがあって今度は噛むかもしれない。歯ごたえがすごいしっかりしてるんですが、うん、これも私がいろんなビーフジャーキーを食べ尽くしまして、うん、これに決定しました。なんかすごい味が強いですよ。ビーフジャーキーにしたら歯が、うん、なんか噛みすぎて嫌になっちゃうのあるじゃないですか、うん、それがなくて、うん、あ、いい噛み心地、うん、でやっぱりもちろん味もすごいしっかりしてて、うん、うん、美味しい。このサイズに切ったらどうじゃないですか。6個食べちゃいます。はい、そして今回多分初登場です。じゃあちょっとカメラ倒してもいいですか。これは倒せないの。じゃあ何これ。インクポテトでございます。はじめまして。はじめまして。名がついてるメニューがいくつかあるんですが、インク飯、インクポテト、インクホットサンド、インクサルサディップなんですが、
このひき肉のソースが必ずどれにもついてきます。インクってついてるものは。なんで？はいちゃんのお手製のミートソースです。まずこれだけちょっと食べてみてください。これですね。はい、ひき肉と、まあ、いろんなお野菜とバジルをすごくたくさん使ってるんです。うん、なんか想像してる味と全然違かった、うん、これ何でも合うんです。ご飯とも合うし、パンとも合うし、なんかうどんとも合うし、豆っぽいんだけど、おなんとかビーンズみたいな感じ。チリビーンズ的な感じですか、うんうん、でもこれほぼほぼお肉です。豆入ってない？まあちょっと野菜は入ってます。あれに似てる、すごいいいですね。うん、美味しい。これを今回ポテトと一緒に持ってきたんですが、まあ、ご飯、うどん、ホットサンド、トルティーヤチップス、合うね、はい、何でも合います。これで母ちゃんは大体週2回ぐらいこれを仕込んでますので、これとポテトと一緒に食べてもらいたいけど食べづらい。なんか食べれる？音が漏れてるの？なんか聞こえてきてる、音が出てきた。ちょっとね、あの実はあったかい時の方がもちろん美味しいんですけれども、うん、美味しいよ。ぜひこのインクポテト多分500円ぐらいで販売しております。多分、はい、あの7月1日からのメニュー。いえ、時価じゃないです。7月1日からのメニューで、インクなんとかは全て500円で提供しようと思ってる、うん、え、こっちは、こっちはこっちはサルサソースです。ちょっとピリリとしますよ、プラスチックが汚れないように、うん、ちょっとピリッと。確かにカラペーニョソース、もっとピリってもいいね。あ、これにタバスコを追加して入れる方もいます。おいしいです。はい、今日の牛くんはインクの生ハムビーフジャーキーインクポテト、後半全部インクだね。すごいね。すみません、でも朝からっていうかオープニングがカズちゃんいるから、はい、カズちゃんの番組だったね。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ごちそうさまでした。はい。いやでもね、あのでもねじゃない、あのキャンティクラシコも、うん、ショットバインク、カラオケインク両方で取り扱っておりますので、ぜひ皆さん飲みに来てください。はい。じゃあ最後ですね、はい、スポンサーさんのご紹介をしてコメントが来て店じまいしたいと思います。はい、今日は VTR どうぞ。レンコン屋様、旬の台所シャンシャン達様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様、南部コーヒー様、佐藤新聞穂様、高萩カントリークラブ様、筑波中央法律事務所様の提供でお届けいたしました。食べてる、つまみ食いしてる。今日はもうこれ全部食べて帰ってください。お昼長岡屋の天丼を食べたんだけどな、半額で。半額で。カズも今から行こうかな。13分間に合うかな。間に合う、間に合う。じゃあ、暑いでございましたけれども、はい、皆さん今日も見てくださって、コメントくださって、スタジオに遊びに来てくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。明日もぜひハッピーなお届けしますので、明日もぜひチェックしてください。はい、それでは、おやすみなさーい。おやすみなさーい。